オフロードバイクで林道のツーリングをよくするんだけど、10年前くらいの夏、ある山の林道を登って行って、さらに脇道の廃道を行けるところまで行ってみようと進んでいくと、川のそばに廃墟があった。平屋の一軒家で木に覆われていた。ちょっと探検したくなって、家に入ってみようと草をかき分け、なんとか玄関にたどり着いた。ボロボロの引き戸を引くと、鍵はかかっておらず、ガタピシ言いながらなんとか開けることができた。薄暗い玄関に入ると、目の前ににっこり笑ったおばあさんが立っていた。僕は、ああ、すいません。ちょっと道に迷っちゃって、大丈夫です、すいません。などと言いながら、慌てて玄関を出てバイクに戻り、廃墟じゃないじゃん、やべえやべえ、と思いながら、もう一度家を見ると、屋根は潰れているし、窓は割れているし、玄関への道の草も刈ってない。そもそもそこに至る道に車が通った気配もない。そういえばおばあさん、何も喋らなかったなぁと気づいた。普通は、どちら様くらい言うよなぁと気づいたとき、もしかして、あのおばあさん、人間じゃなかったのかもしれないと思って、慌てて帰りました。小学4年生の冬、幽霊のようなものを見た。僕が住んでいたマンションは、6階に子供の遊び場みたいな公園があって、小学生の頃はいつもそこでマンションの子供たちと遊んでいた。その公園は隣のオフィスビルの屋上を利用したもので、マンションとは渡り廊下でつながっていた。遊具もない簡素なものだったけど、結構広くてサッカーとかできた。前日、うっかり一輪車を忘れた僕は、誰にも取られないよう朝一番にその公園に一輪車を取りに行った。夜のうちに降った雪が、あたりをまっさらな白い世界に変えていて、すごく寒かった。冬なので、まだ日が半分も昇っておらず、青く薄暗かった。エレベーターで6階まで降りて、雪が積もった渡り廊下をギュッギュッと踏みながら楽しんで、ふと顔を上げると人が見えた。その公園はオフィスビルの屋上だったもので、エアコンの室外機が並んでいた。その室外機の上に人がいる。白い着物を着て、髪が真っ黒で長い。まさに貞子のような感じ。うなだれていて顔は見えなかった。子供だったもので、この時は全く意味がわからず、この人寒くないのかなぁ、と思いながら、その人の隣を通り過ぎた。公園の真ん中で雪に埋まっている一輪車を取って帰るんだけど、やっぱり何か遠くに見えるその女が気持ち悪くて、反対の渡り廊下から帰った。エレベーターに乗った時くらいから、あの人おかしい、おかしいよ、と気づき始めて、自分の家に帰るまですごく怖かった。なんだか追いかけてきそうで。家に入る前に上からそこを見たんだけど、まだ女が立っているのが見えた。日が昇って学校に行くときにまた見たんだけど、そのときにはいなかった。幽霊だとは思うんだけど定かじゃない。
でも絶対見間違いではないし、本当の話です。台風の後だったから、多分7月か9月ぐらいだったと思う。僕と友人は大雨の後で川に遊びに行き、宝探しをしていた。その時、見慣れない人形を拾った。無地の人型に画用紙を切り取って作った目や鼻や着物を糊で貼り付けた人形。僕らは砂だらけのその人形を川で洗って持ち帰った。次の日の朝、誰もいない教室に一番乗りして、黒板横の先生専用のロッカーにその人形を入れた。ほんのいたずらのつもりだった。小学校には東館と西館があって、東館には1年から4年生までの教室と職員室がある。西館には5年生、6年生の教室と特別教室が入っていた。僕らの教室からは職員室が丸見えだった。朝の職員会議が終わって職員室を出て、担任の先生が渡り廊下を歩いているところまでは確認した。だがいつもなら2分くらいで先生が教室にやってくるはずなのに、10分経っても20分経っても現れなかった。結局30分ほど経ってから教頭先生がやってきて、担任の先生は病欠だと言われた。それから先生は一度も学校に来ないで辞めてしまった。人づてに聞いたところによると、いきなり校長室にやってきて、こんなところやってられるか、と言い残して辞めていったらしい。私は貧乏なアパート暮らしの女です。アパートには風呂がないので、いつも銭湯を利用している。その日はいつもの銭湯が休みだったので、少し遠くの銭湯へ行った。浴室には数人のおばちゃんがいて、楽しそうにおしゃべりをしていた。洗髪していると、ふと視線を感じる。洗髪を終えてから顔を上げると、自分の正面の鏡に、知らないおばあさんの横顔が映っていた。おばあさんは横目で私を見ていた。私の後ろにおばあさんがいたとかそういうことではない。正面の鏡には、普通なら自分の顔が映るはずなんだけど、私の顔はどこにも映っていなくて、代わりに横顔のおばあさんが映っていたのだ。死ぬほどびっくりした。びっくりしすぎると悲鳴も出せないのだと初めて知った。とっさに後ろを振り向いたが誰もいなかった。というか、浴場には誰もいなかった。さっきまでおしゃべりしていたおばちゃんたちは、みんな脱衣所に移動していた。もう一度鏡を見たら、ちゃんと自分の顔が映ったけど、絶対に見間違いなんかじゃない。体格もポーズも違うし、白髪だったし、目があったし。慌てて私も浴場から出た。洗えたのは頭だけで、体は洗えなかったけど、それどころではなかった。あのおばあさんは誰なんだろう。もう二度とあの銭湯には行けない。
僕が学生の頃住んでいたマンションなんだけど、そこには毎日幽霊が出た。深夜3時頃になると、キッチンから、トン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 、と、包丁で物を切る音がした。それで、キッチンと部屋を仕切っている扉が曇りガラスで、よくは見えないんだけど、明らかにスカートを履いた女の人が立っていたんだ。まあ、実害はなかったから、2ヶ月くらいは我慢していたんだけど、さすがに毎晩なので、友達のお寺の息子に相談したら、水と線香でも置いておけば?というので、その通りにしたら、次の日からは出なくなった。彼女は何を作っていたんだろう。以前、中古住宅を探していた時のお話。あんまり予算がなかったので、郊外の不動産や同伴で、いろんな物件を見て回った。しかし、値段相応に築年数も経っていて、駅へのアクセスも結構不便。正直、この予算じゃやっぱ無理かな、と、半ば諦めながら見物していた。そんな中で唯一、駅にかなり近く、築年数も比較的浅い物件があった。建坪わずか15坪という小さな一戸建て。半3階建てで異様に細長い家だった。庭はないけど車庫がある。車庫の脇に玄関があって、車庫の裏にちっちゃなキッチンなどの水回りがあって、玄関の正面から階段が螺旋状に登っていく変わった作りだった。2階には6畳間、3階には4畳半。一人暮らしにはそれでも十分に思えた。でも、なんだか買いたくなかった。昨日はサクサク開いたという車庫のシャッターが全く開かない。キッチンの電気もつかないし、どうやら一日中日差しはゼロ。小さな風呂場に至ってはあちこち気味の悪いシミが浮いていて、一言で言うと黒い。2階の6畳の壁の大きなシミは、芸術的なほど女性の横顔に見えた。唯一3階の4畳半には日が差し込んでいたけど、逆に言えば安心して居住できるのはここだけ、といった印象がすごく濃かった。そうして不動産や、他の物件と違ってやたらと早く出たがっている様子がありありだった。仕事なんだからもう少し売り込めよ、と思った。結局この物件で懲りて、奮発して新築を買ったわけだが、中古というのはなんだか、いろんな過去がよどんでいるみたいですね。